はい、皆さんこんにちは、ピカです。ゼルダの伝説夢を見る島やっていくよ。はーい、まあ砂漠の大口、砂漠じゃない、ナマズの大口か、ここだね。うん、ここ普通に入りましょう。よし、ナマズの大口。まあこれね、実は今一度撮ったんですけど、消えてた動画、機材トラブル、ほんと嫌になるぜ。あ、父。だからまあこいつらの攻略はある程度わかるな。さささっとねやっていきましょうか。忘れてなければの話じゃが、ここは全滅か。コンパス。よし、ここか。いけない、やっぱり嫌だ。スーパーマリオは嫌なんだ、苦手なんだ。オッケー、死んでちょー、本当に。でこれ左からとかいろんなとこに押せるんだけど、こう中央に固めなければ鍵が落ちてこないね。これ全然分かんなかったんだよまあぶち切れていたんだけどね、どうもできねえぞって。まあこれね、はいはい、これは無視してじゃ。で、鍵もらったから行って扉開けよう。そして死んでいただく。よし、これで左か。まあ、これも。いけ。いてて。すべての敵をやっつけると。くそ。ええ。なんだよこいつ。
よし。で、これも全ての敵やっつければいいかな。で、これは上か。ならばこっち行って上行ってみ、上か。よし、くちばし。剣で倒せぬ骸骨剣士、崩れたところを爆殺すべし。はい、わかりました。これか。さらばだ。待て、爆弾もね、60持てるようになったよ。まあ攻略見て、隠し扉か。そのイチローポーズはやめなさい。イチローさんに失礼だろう。チクシャーン、かなわねえ。ここはひとまず退散するぜ。するなよかろう。箱の中身は俺様がいただいた。欲しけりゃつかめてみな、マスタースタルフォン。分かった、ぶっ殺してやるよ。これはねるな。跳ねていいの？俺だけだ。跳ねが足りねえんだ、俺は。はい。よーし。ボス。ピシシ。いて。パスススよし。いいわ。くちばし。4つのろうそくが交わるところ深く潜るべし。はい、わかりました。ここはいけん。あ、いける、いけた。パス。これどうすんの？こう押せる？あ、押せる。ちょっと忘れてるな。鍵ないぞ。鍵ないけどこっち行ける。you
これで、どう行くんだっけな。下行って。物を投げるな、バカ野郎。で、上行って。よし、くちばし。あ、これ聞いたな。で、で、ここ降りてったから今度は上に行きましょう。よーし。あっちち。違う。あーって。オッケー。ほん。いて。ここね、4つのろうそくに囲まれたところ。よし。まあ、こういったらボスだっちゅうことですよね。おいおいおい。行け。で、こっち。開いた。ジャンピングだ。よし。ねえ、これ皆さん分かられると思いますけど、飛べない距離だから、ここのお宝はあれですね。こっちか。いやいや待て。そして散殺した後に入る。うん、何もならん。まだじゃ。まだ後じゃ。この下じゃ。神が来るな。で、いけねえぞ。どこだっけ。ああ、わかった。ここか。ここだ。よし。ここだ。ゲーム見つかっちまった。しつく野郎だぜ。パス。後頭部失礼いたします。やべ、間違えた。爆弾はたっぷりあるからな。地
なぜこんなアホに負けなければいけねえんじゃ、大さんじゃ。何を？たわけめが。あはっちーこれでこっちだよな、また見つかったか。白黒はっきりつけようじゃねえか。やべ、はい、あげる。いてな、なぜ？あ、誰？ボス。ボス。畜生。まただ。マップ で、で、どこ行くんじゃ。いや、これだけ広かったら一回クリアしても忘れちまった。どこ行くんだっけ。ここフックフックフック、下だよね。下でこれ潜るんだっけな。潜ったらすぐボスじゃなかったかな。やばい。こっちか、こっちか。違う。やっぱ潜るのか。ゲッソ。イカくんは高騰。値段が高くなっているから、死んでもらいます。やっぱ違うな。どこだったか。まあ、よい。これで
まずここはやったよね。ここやったんだよ。ここもやった。こっちか。ここも違うもんね。ってことはこっちが合う。ここ違うっていうことはここか。道に迷ってしまいます。この数ね、この光ってる、これ1回目に出てきたっていうことだよな。1回目、まあこれ2回目で3回目、4回目、4回目で死ぬんじゃなかったか。頼むぜ。で、下か。下行ってこっち。こっち行ったらどうなる？どこだっけ？違う。違うぞ。タイミングが違う。こうじゃ。あー、ここで光ったか。ここだったか。ここだ。ポーズが違う。よし。オッケー。
フックショットを手に入れた。ボヨヨーンと伸ばしてナイスショット。よっしゃ、フックショットを手に入れた。これあの妖精の瓶ね。パスス。よし。よし、そしたら、宝物漁ってきましょう。これでフックショットでパシッ。かなり便利。これでフックショットで右の宝物ね。フックショット。オッケー。よし。これで次は下の段は取ったからこっちね。これでパス。仮面稼い。よし。あっち。これ全部倒すのか。違うな。あ、道間違えてる。もう一つ上だ。ショット違う。自殺ショットじゃねえかお前。これらも これでこれでどうするんだ。これどうすんだっけ。こっちからしか行けんのか。で、フックショット。フックショット。よし。オッケー。こっちからか。フックショット。これでこっち開けんのか。こっちも開けなければいけねえのか。まあ先こっち開けっか。おい。あ、これか。これ覚えてる。最初ね弓矢で出たから弓矢投げんとダメかって思ったけどフックショットでいけた。
1匹さえ倒せば結構楽になる。あとは貴様だけだぜ。とりゃよし。登るんじゃねボケ。これはあ、え、これどうやって行くんだ。あ、フックショット、あ、これか。あれ？あー、そっか、俺実況してた時ここまで行ってねえんだな。俺途中で区切っちゃったんだ。フックショット取って嬉しくなって区切ったんだ。そっか、ボスまで行けっかなこれ。下だな。で、宝箱を今取りたい。上だね。で、まあ一時右に行って、で、戻す。で、上行こう。フックショット。よし、ここフックショット。50ルピーか。壺これ割れっか。割れねえな。
これどう行くんだ？ちょっと待って、これどう行くんだろう。あー、なるほどね。わかったわかった。こっちからフックショットだ。オッケー。よーし、フックショット、これは鍵か。よし、でこれであと残る宝箱はここか。ならばじゃ、どこ行っとったっけな。ここか。これはここか。ここじゃない、下じゃ。また右に行って、で次の宝箱を取りに行きましょう。これ取れるか。取れる。痛い。で、ここ入って、で。こっから初めてだぜ。あとはどういくのか。間違えたボタン。ここがボス部屋か。待て待て、そしたら、はあ、いけないよね。ここだよな。あー、そっか、潜るべしだ。潜らなければいけねえんだ。そうだった、あそこにボスの鍵があるんだ。
ケー、来たぜ。飛び込め。よし、ここだ。よし、ボスの鍵。よし、そしたらボスの部屋までまたワープじゃ。オッケー、対決じゃ。どんなボスだ？これは初めてだ。おめえが風の魚を起こしに来た寄せもんは、よしよし、食っちゃる。なんだこれ。おや。フッカー、フック、なんかフックと、フックなんかする。ダメじゃん。ここじゃなさそうじゃん。こっちか。どうなったどうなった今どうなった。なんかズボってなったぞ。どうなったの。あれで爆弾入れんのかな。違うよ。ちょっと待ってね。 Y に装備しておく。いやいやいや、なんか鳴ってるっぽいな。あ、これか。なるほど。ならば遠くから釣り上げんといかんのやな。ならこっち狙いだ。こっちから来た。遅い。どうなってんのこれ。え、いや今のわかんねえ。なんで。おし、シーク、クッカヤジ、おめえまだこの島がどんなことか分かってねえな。どんなとこか。厳しいよ、人よしなやつ。厳しいし。よっしゃ。オッケー。これはなんだ、ピアノか。爆弾置いてる。嵐のマリンバで、ルンバルンバ。
神殿。神殿に島の秘密がある。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。